仕事の休みやすさ日本語舞。ブーちゃんすいません、今週の土曜日を休みいただいても大丈夫でしょうか。え、今週ちょっと突然だな。やっぱ急遽言われてもちょっと、うちもスタッフギリギリだからさ、やっぱちょっと難しいんだよね今週は。そうですね、わかりました、ありがとうございました。イタリアの場合、部長すいません、すいません、今週の土曜日お休みいただいてもよろしいですか。あー、ケーダファリエグストノミニガ、あの息子のサッカーの試合がありまして。カルチョベルカルチョスペッテ、まあ、quasi quasi vengo pure io posso andare a vedere il calcio insieme。 チャオユリコタイガです、皆さんこんにちは。この前 TikTok に上げた日本の会社の休みを取り方とイタリアの会社で、休みを取り方の違いの TikTok をの動画をアップしてたんですけど、やはりいろんなコメントが出てきて、ちゃんと答えようって思って今日の動画を、やってみたいと思います。はい、結構やっぱりこれに関してはコメントを特に TikTok の方ですごくいただいてて、うん、やっぱりそのスタッフギリギリというか足りていない、ほぼ毎日残業、うん、急に休んだら陰口、うん、あのヘイトだね、うん、陰口言われるまでがセットとか、やっぱり日本は好きでも日本の会社気質は嫌いとか、うん、まあ結構やっぱ日本は休みにくいっていうのがみんなの意見みたいなので、イタリアのような、まあ、今回の動画すごくまあコメディにはしてましたけど、まあ羨ましいなっていう意見が多かったんですね。はい、まあもちろんみんなそうではないなんですけど、イタリアにも残業たまにのこともあるし、まあなかなか休めないの場所によって一緒なんですけど、仕事のやり方は全く違うので休みが取れやすいんですよね、どっちかっていうとイタリアだと。なぜっていうと前はイタリア人にインタビューした時にさ、ローミックスにさ、日本人は仕事をするのは遅いですねっていう女の子がいたんじゃないですか。それに関してはね、イタリア人から言われたくないよっていうコメントもいただいたなんですけど、説明するとね、イタリアだとこの日本の会社と違って一人は何個のやつができる。例えば翻訳、もう普通の会社のこととか、なんかマーケティングとかセールとか全部一人でやるんですよね。まあイタリアではそういうセクションが分かれてないってことですね。そう、セクションに分かれてないんですよね。はい、それだから仕事がもしかして早いかもしれない。でも完璧ではないんですよね、たまになんかずれたりとかね。日本はセクションが多いからそのチェックもいっぱいあるので、多分そのクライアントに提出するまで時間はかかるけど、もうチェックが全部終わってるからパーフェクトなものが来るっていうことだ、ね、そうですよね、そうですよね、うん、だから逆に仕事を見つかりにくいんですよ。スタッフが足りなくじゃなくて一人が何でもできるからなかなか5人とかいらないんですよ。だから今会社に入るのはすごい難しいことになってるんですよね。なんか英語は話せないとかはもう許してくれないぐらいんですよ。大学行ってないも難しいし、で例えばマーケティングなのに一つの SNS のやり方知らないとダメみたいな感じ、ほんと全部完璧じゃないとダメなんですよね。それの違いかな。日本は専門、まずはね、専門の言葉あれ、イタリアはあんまりないんですよ。何専門とか、何か専門でいいよ、先生な感じするんですよね。だから、その違いもあるんですよね。まあ、多分日本のワークスタイルがほとんどが、多分チームプレーなんですよね。そうそうそう、チームですもんね。チームでやってるけど、そのイタリアではほとんどがそのワンマン。ワンマン。一人のその動き方が大きいってことだね。そうですよね。だから当然チームじゃないから休むこともしやすい。そうです。なんか他の人に迷惑かけないから休みが取れやすいなんですよ。それの違いかもしれないんですね、沖縄。
けど、アメリカだと別に休んでたって仕事に来なくたって好きにしていいけど、うん、あなたが結果を出さないとすぐファイヤーっていうのはイタリアも一緒ですか？一緒です。一緒です。あなたは休んでもどうでもいいよ、正直。でも仕事できないんだったらもう次の日がもう来ないで、が、まあ、そんなにファイヤーが簡単できないんですよね、イタリアだと。イタリアはそんなできないんだ。でも実はできない。あれ、できなくなっちゃった気がする。前はちょっと違うけど、今は必ずできない。日本はなかなかそれはできないんですよ。できないよね。できないから、ね、イタリアもできなくなっちゃったんですよ、気がする。じゃあそうなんだ。でも残酷する。どっちかというとできないんだけど、絶対もっと仕事が増えるとか、ちゃんとやらないと周りが怒られるんですよね。なるほどね。それがじゃあちょっと頑張ろうっていう感じになるかな。仕事ができない人っていうのは、でもじゃあ休みづらいってことを言い方変えれば、うん、そうか、そうですよね。なるほど。あともう一つちょっと質問とかであったのが、うん、やっぱヨーロッパの人たちは家族を大事に、家族の時間を大事にする、ね、はい、日本の人たちは仕事を大事にするっていうふうにちょっと考えが分かれてるっていうのが多かったんですけど、どうですか、そこら辺は。子供がいると、まあ、やっぱりお金ものすごく大事だと思うんですけど、その子供の気持ちもすごく大事なんですよ。親がいないと絶対寂しくなるし、鬱になるかもしれないし、どっちかっていうとメンタル病気がかかる可能性がものすごく高いんですよ。日本はあんまりこのメンタル病気があんまりね、大事してない気が、まあ、なんかあんまり気にしてないんですよね。あ、ちょっと変わってる人ですよね、まあ、ここ最近ちょっとそういう問題に関して日本も考えられるようになったけど、うん、確かにそれってここ最近ですね。で、例えば今回動画で取り上げたような、お父さんがサッカーの試合に来てくれないっていうのはやっぱありえない、イタリアでは。ありえないね。あ、仕事だから行けないっていうのは、ほとんどそんなのは子供は納得しない。うん、うん、あの例えば毎回でもないけど、1回とか2回3回ぐらい必ず、初めての時は必ず来てほしいなって。私もコスプレ始まった時も親も一緒に来てくれたんですよね。だから3回目の後にもう一人で行けよ14歳って言われてたんですけど、必ず一番最初はもうお父さんも仕事に休んで、ちゃんとあの自分の娘がこの世界が大丈夫かどうか心配してくれて、ちゃんと確認してもらったんですよね。で、一緒に楽しんでた。まあ、今後もじゃあまたちょっとこういう仕事関係のことも発信できたらいいですね。うん、そうですよね。はい、ということで皆さんはどうと思いますかって、今の自分の仕事が好きですかって、ぜひよかったらコメントしてください。よろしくお願いします。またよろしくね。バイバイ。